アロアチック天国、イエーイ。新企画でございます。実はですね、このシンヌスさんがですね、ここ最近辛いものに強い、辛いのが得意、辛いものが好きということが少しずつ判明してまいりました。で、少しずつなんか試してみた結果、一味唐辛子、よくスーパーで売ってるあれを、2日で1本ぐらい開けるペースで、ある持ってくるね、あった方が分かりやすいかな、2日で1本ぐらい開けてしまうという、まあこれ今補充をしたんですが、まあ大体皆さんご存知の、見たことあるお店とかにもあるやつですよね、飲食店に。これを2日で1本開けちゃうぐらいの感じのペースでいただいております。ということで、辛いの試してってどこまでいけるかシリーズカレーでまず試してみよう。ドドドドドン、30倍です。10倍とかからいった方が良かったんじゃないの？実は10倍ぐらいはもう試してます。そうですか。ということで、30倍はぐらいいかないともうダメだろうということで、まあ、これで撃沈したらもう終わりなんですけど、この企画。だって見て、もうここでもうこれ以上か、辛いのありませんですよ。すごいね、大丈夫？一言だね。だって全然食べようと思わないもん。さあ、これを試してみようね。ちょっとお店にいるので、レンジでチンするご飯でこれで食べてみたいと思います。まあ、でこれで大丈夫だったら申し訳ありませんけども、福神漬けで食べるのが大好きなので、福神漬けも別にこれで辛さを飛ばすとかじゃなく、まずはこれなしで食べてって、あ、もう大丈夫だなと思ったらこれ一緒に食べさせていただきます。直子さんは辛いの全くダメなんで、でもカレーは見てたら食べたくなるだろうということで、こちらを、名前なんだい、美味しそう、濃厚バター、濃厚バターチキンカレー、選ばれし人気店、食べログ100名店。美味しそう、これは美味しそうじゃないですか。リー、リー、30倍いってみよう。完成できました。もうこの色の違いすごいっすな。これはね、バターチキンカレー、ドロドロです。そしてバターチキンカレー、サラサラ、超美味しそう。いい匂い。はい、まあ、直子さんのはちょっとお食べになってください。いただきます。はい、さあ、福神漬けや、福神漬け一応ありますけども、まずは、一口、はい、いただいてみましょう。はい、いただきます。30倍ですね。30倍のリーっていうのはやっぱ辛いっていう評判なのかな、やっぱり。わかんない。聞いた、ね、私、いただきます。うん、うん、うん、辛い。あとから来る？辛い辛いけどいける。うん、どうなんだろうね。多分辛いんだけど、うん、これいけるわ。あ、そう。俺は、うん、いけるな。美味しい？美味しいよ。あ、そう。うん。辛さがさ、かってさ、うん、味わかんなくない？味ちゃんとあるよ。あ、そう。うん。熱い熱い。うん、どうですか、なんか大丈夫な感じ？まあ見た目はね、分かってもらえる。うん、うん、じゃあこれ直子さんが食べたらどうなるのか。絶対辛いよ。うん、だ、一口だけ、だって30倍だもん。試してみましょう。10倍でよかったのに。だったら、え、いや、違う、30倍食べれるから、だから、だ、直子さんが食べたらどうなるのか。寝耳に水だよ。じゃあまずバターチキンカレー、美味しい方まず食べちゃいなよ。そうだね、うん、はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。美味しい方って、美味しい方、いや、リーもね、美味しいですけど。あ、美味しい、まろやか。うん、あとでちょっと俺も、まあまあ辛い、一口もらおう。普通に、まあまあ、美味しいカレーの辛さね。カレーの辛さ、うん、美味しい。あ、美味しい、ニンニクが効いてる。あ、そう、うん、うん、そっちばっかりじゃなくて。美味しい、普通に美味しいよ。うん、うん、まあ、まずはちょ、
こんだけ舐めてみるみたいな。いや、嘘、じゃあこれをね、ちょっとしてください。うん、ああ、まあ、頑張って、はい。おー、うん、辛いよ。うん、あ、辛い、辛い、辛い。うん、後から辛い。うん、すごい、舌が痛い。うん、あ、無理だ、これは。あ、もうこれが美味しくなくなっちゃう。あ、美味しくなくなっちゃう。無理無理無理。これはね、舌がだってもう麻痺してる。あ、そう。麻痺しちゃうから、うん、これを食べてしまったらもう台無しになる。台無し、うん、ダメ、はい、味はないよ。あ、でもなんか耐えられてるね、全然。耐えられてるってどういう意味？わーとかならないね。ならないっていうか、もう大丈夫なんじゃないじゃん。舌、いや、大丈夫じゃないわ、食べれないよ。さあ、そうこうして俺が撮ってる間にやっぱこれ着てるとやっぱ暑くて汗かいてきた、うん、あ、本当だ、うん、汗かいてる、汗かいてる、テカテカしてる。そう、おでこが。なのでちょっと上着を脱がしていただいて、まあ自分はこれのまあ30倍ですけども一応大丈夫だと、うん、まあこれは食べきれるな、汗は出るけど、うん、なんですが、はい、自分的には正直もうちょっと刺激が欲しいんです。ということで、こちらの1ミリ唐辛子、そんな無理しなくていいよ。これをちょっとかけますね、はい、ああちょっとじゃないよそれ。このぐらいかな、今日はこのぐらいにしとこうか。こういう使い方をするから今日はまあこのぐらい、このまあ入れすぎ入れすぎ、うん、このまあこのぐらいですね、ね、まあ、もともとが辛いので、あの何でも辛くない普通のスパゲッティとかにこれを入れると半分ぐらい、すごい入れちゃうんです、入れちゃうんですけども、味しないでしょみたいなね。いや、いい感じで汗かいてる、いい感じ、うん、いい感じ。ああ、よし、これでちょっといただきます。はい、どうぞ。イエーイ。はい、まあこれで多分、あ、この人辛いの平気なんだなっていうのは、あ、わかるよ、それはわかりますかね。平気っていうか辛いのが好きなんでしょ。そうですね、うん、甘くなっちゃうかもしれないけど福神漬けが大好きなので、はい、どうぞ。ちょっと福神漬けを、はい、なおこさんもね、うん、でもちょっと食べきれないよ今日。食べきっちゃう、まさか。ちょっとそしたら食べ過ぎ。すごいね、かけるんだ、福神漬けを添えるんじゃなくてかけて食べるんだ。ああ、そうね、混ぜて食べちゃう、ね、知らなかった、はい、そんな風に食べてるとは。ココイチだったらポークカレーにあの具がほとんどないので、ココイチは3辛まで1回試しました。何辛まであるの？10辛です。おお。で、10辛のなんか YouTuber の人、うん、YouTuber の人で10辛に挑戦してわーってなってるのがあります。あ、じゃあそれを今度やらなきゃ、食べなきゃいけないですね。そうね、こんなことになってしまったら。汗が出てますね。10辛のチャレンジを、10辛を今度、うん、でもまあ10辛って相当すごいらしいのね。そう、うん、だよね。だ、多分これの3辛ってそれぐらい、どのぐらいだった、覚えてない。3辛ね、あの全然大丈夫。あ、これより辛くない。うん、だから今度、今多分まあこれクリアだから、ココイチの5辛、うん、ぐらいが辛いきますか、うん、なんか相当すごいらしいので、そちらを試して、うん、まあ頑張ってください。うん、結構好きなんだもんね、だって辛いのがね。好き、そうそう、好きっていうのはどういうとこが好きなの、うん、辛いのが刺激が好きなの、うん、なんか刺激が強いのがなんか欲しくなってきて、味がしなくない、この口がピリピリしちゃって、うん、ピリピリしない。あ、ピリピリしてる。でもまたかけてる。でもそれがなんかこう、だから辛いの好きな人はそこがいいんだろうね。辛いのも感じつつっていうのがいいのかな。なんか不思議なんだけど、これで全然。あれでしょ、ガクトさんも好きでしょ、辛い。あ、好きだね。あの人レベルじゃないからね。
あ、そんなにすごい、うん、なんかもうズバ抜けちゃってるんじゃないかな。あ、これを七一味飲むみたいな感じ。え、どういうこと、これしか食べないってこと。そんな人いる。知らないけど。そんな、だって辛いのが好きな人ってさ、そういう、これこのままこうやる、唐辛子とかさ、ほら、うん、鷹の爪とかさ、鷹の爪をもくださいって言っても、あの切ったやつとかも鍋とかにもゴサーって乗っけちゃうしね。あ、そうなんだ、うん、体に悪くないのかね、かえってね、やる刺激がすごすぎて。胡椒系はね、ラーメンとかに入れるのが好きで、うん、うん、結構入れるよね。入れてたんだけど、うん、その時は胃がちょっと荒れたことがあった。だけど一味系は、唐辛子は平気、全然ないんだよ。うーん、完食しました。完食、ごちそうさまということで、次回は洪水がすごいですけど、ココイチ、はい、僕からチャレンジするぜ、イエイ、マロー、あとはエナの笑顔でご了承ください。どこ行くの？エナ？どこ行くの？